い、それではですね、次はいつものね、1411、441、545の、オーソドックスなブルースだけでなくてね、ジャズブルースのコード進行をね、勉強してみたいと思います。このジャズブルースのコード進行を弾けば、そのまま非常にジャジー、まさにジャズブルースになるのでね、このコード進行をまた数字でね、1とか2とかで、説明していきたいと思いますが、まずはこんな感じになるよっていうのを聞いてみてください。という感じになりますね。使ってるコードはあまりテンションコード載せてありませんが、ちょっとまだ見たことないディミニッシュとか出てくるのでね、順を追って説明していきます。最初の1小節目は A7、つまり A のキーですのでね、キーイコール1、これだけは忘れないでください。この、キーである1から始まります。 A7 です。次は4に行きます。これも普通のブルースと一緒です。でまた1に戻る。最初の4小節は同じだよってことです。ただちょっとシャレっ気出して途中でジグザグのナインスに変えました。はい、このあとこの4に行く、5小節目ですね。ここで4コードの D7 です。ここに行ってそれを半音上のこのディミニッシュという形を押さえるんですね。この4のところでやるのがジャズブルースのお決まりです。4のつまり D の半音上ですから D シャープになりますね。D シャープって言われた段階でもう A みたいな感じになりますが、 D の半音上ですから今押さえているセブンスの半音上のディミニッシュっていう形で覚えるんですね。いいですね。なぜかというとコードをよく見ます。これが D7 ですよね。ここに中指を足してルートを半音上げてみてください。そうするとこれはディミニッシュコードになるんです。つまり D7 と D シャープディミニッシュ、これはですねここ1個しか音が変わらないんですね。なんでよく代理コードとして使われます。なんで、ここではナインスコードで押さえてますが、この4-7の後に半音上のディミニッシュを使うっていうのを覚えておいてください。全てのセブンスコードはこの半音上のディミニッシュで代理できるんです。これも、知っておきたいポイントですね。でこの、5小節目6小節目が終わりましたら次はまた1に戻りますね。普通のブルースだったら1-1になるところです。そこを A を1小節弾いたら後ろの小節でこっちここでは地味変コードを使いました。C シャープ7から F シャープ、7のシャープ9になりますけども、これは何だろうと突然出てきたこの C シャープマイナー F シャープ7、普通のブルースやってたらわけわかんないよっていうことなんですけども、これはですね次ジャズブルースの、ポイントで何小節目、9小節目ですね。普通だったら A が2小節来たあと普通は E7 に行くとこ、ここが2マイナーの B マイナーになるんですよ。で B マイナーの後5-7の E7 に行くっていうのがジャズブルースの、特徴です。この9小節目10小節目が、2マイナー7から5-7に行くという特徴があります。それのせいで出てきた C シャープマイナーと F シャープ7です。押さえ方見ててくださいね。この B マイナー E7 の流れ、ここではこのマイナーからこの地味変コードを使ってますが、この B マイナーの2フレット上の同じ押さえ方、これがちょうど C シャープマイナーと F シャープ7になってるんです。それを2回こう繰り返してるんです。だからもともとあるこの B マイナーと E7 の組み合わせ、これを2-5と呼びますね。これがまた難しくなっちゃうポイントなんであんまり考えなくてもいいんですが、そのキーの2マイナーと5-7です。でこの2マイナーに対しての5-7って考えるのがこの F シャープ7になるんですよ。でそれをまたこの B マイナーに対しての2-5って考えると、これの2番目の音ですから C シャープになりますね。2-5-1っていう動きになるんですね。ギターで言えばね簡単です。こう6弦ルートで2マイナー押さえるとルートがこうやって動きます。2マイナー5-7-1って考えます。そう、本来のキーの2マイナー5-7-1って1に落ちる。っていう2回2-5の流れが繰り返されているポイントなので、ちょっと難しいですね。ちょっと整理します。この7小節目の A7-7-8 ですね。弾いたら B マイナーに行きたい2-5、それを C シャープマイナー F シャープ7、3マイナー6-7、これを挟んだ後に2マイナーである B マイナーに行きます。で5-7である E7 に行きます。でちょっとシャレ気を出して裏コードというのを弾いてしまいましたが、ね、E7 の後に Bb7 を弾いて A7 に行きます。この辺でジャズらしいちょっと難しい感じになっちゃいましたよね。裏コードなんて言われたらもう
勘弁してくださいみたいな感じになると思うんですが、裏コードというのは次に進む音の半音上のセブンスなんですよ。これでいいんです。だから5セブンがあって、はい、裏コードは A セブンの半音を弾いて、そこから A セブンに落ちる。これでいいわけです。それをちょっと含ましておきましたので、この、ね、5セブンのコードから1回裏コード挟んで1に行くという流れも覚えておいてください。こんな風に使うことが多いですね。ダイレクトに裏コードに行くこともあれば、この5セブンから裏に行って1に落とすというパターンも多いです。そしてこのターンアラウンドのところに最後のね、11、12小節目ですね、ここターンアラウンドになるんですが、ここにジャズブルースでは1、6、6セブンですね、2、5で持ってくるのが通常です。1、6、2、5、はい、これは循環コードと言われるね、1、6、2、5という進行なので、これも、循環コードという名前も覚えておいてください。最後のターンアラウンドは1、6、2、5となります。はい、次はですね、いよいよですね、ジャズに欠かせないテンションコードというやつをね、覚えていきたいと思います。ですが、なんかこれが 13th ですとか言うとね、偉そうな感じになっちゃうので、ここ足してみたいな感じでやってきますので、ぜひね、真似して押さえていただけると、この F が使えるときはここも足していいんだみたいな、そんな感覚で、見ていってください。で、ぜひ押さえていってください。ではですね、まず6弦ルート、このね、F7 の形、これでいきます。で、これはまずね、この小指が余ってますから、余った小指をこの2弦の7フレット、薬指の真下の2弦ですね、ここに加えてみてください。もうこれだけで非常におしゃれな 13th というサウンドができます。名前は一応言います。他の人と話ができるように 13th とは言っておきますが、覚えなくても別にいいですよ。ここおしゃれポイントみたいに覚えておいてください。で、これをまたこのね、邪魔なうるさいパワーコードさん、このフィフスを取ります。そうするとこんな押さえ方になりますね。はい、譜面にも押さえ方書いてありますが、このなんかこうややこしい指になるんで、しっかり練習してください。で、これで同じ 13th ですが、さらに柔らかくなったわけですね。で、この小指ちょっと開いてるのつれーなっていう時につらっとずれちゃうこともあると思います。これでもいいんです。これ今度フラット 13th ってね、 13th とフラット 13th と呼ばれるこの小指の開く狭める、これだけで、また2つね、テンションを覚えたことになりますので覚えてください。それとさっきね、こうフィフスを省いてこう覚えた三角から作るやつね、セブンスありましたね。ここの、この人差し指と薬指を残して、ここ人差し指の真下に3弦つけます。そして薬指の真下、2弦に小指つけます。ジグザグで押さえます。ジグザグですね。こうなると A9th って言ってですね、ジャズではもう欠かせないこんなサウンドが作れますので、ぜひ覚えてください。で、ここまでできたら、ここに今度また三角ありますね。人差し指除いても三角になってます。それに1弦の3フレットくっつけます。どうなると思いますか？これも9th なんですね。よりおしゃれですよね、1弦が加わって。そしてさらに美味しいのが、これを2フレットずらすと A6 になるんです。なんでこんなのジャズだけじゃなくてね、 R&B なんかでもよく出てきますから、この2つの同じ形なのにずらせばいいと覚えてください。まあよく見りゃ、これはさっき押さえてた C7 の形と一緒ですよね。これを1個下げただけなんで押さえやすいと思うんで、このテンションもおしゃれなので覚えてください。そしてさっき押さえた13ありますね、これは一応例4に当たりますけども、その他のよく使うテンションコードということで、これは1個1個バンバン紹介していきますので覚えてください。この13があって小指を寝かしてもいいんです。まあ、つい寝ちゃうこともあると思うんですが、つい寝ちゃっても OK です。これ寝ちゃうと、A7、9th、13th だんだん名前が長くなって、どんどん やりたくなくなってきますけど、名前で覚えずに小指寝かせると覚えば簡単ですよね。なんでこのサウンドもこの A7 の代わりに使っていいってことですから、ぜひ覚えてください。そしてこの6弦がルートってことは1弦もルートなんですよ。なんでここでちょっと押さえ方は難しいんですが、このねブルースでは欠かせないこの 9th コードがあるんです。はい、これ、小指がルートになります。そして2弦がサードでな、中指この3弦4フレットが、これが9th、ここが9th です。で、薬指が7th という形ですね。この押さえ方、これもおしゃれですね、決めたりも使います。そしてサードはここにあるんですが、疲れるから寄せちゃいましょう。そしたらサス4、いいですね。サス4というサウンドがございます。サードの音半を上げればサス4なんです。まあ、こんなイントロ聞いたことあると思うんですね。はい、こんな感じでも使えるので、このサス4ポイントも覚えてください。それとこのバレエの部分を4弦だけバレエにしちゃいましょうね。だから4弦から下だけ残すと人差し指と中指になります。
それに真下ね、この中指の真下の2弦に薬指を加えると、これまたおしゃれな、12小節目の最後のセブンスの中によく使うセブンスシャープ5っていうね、ちょっとオーギュメントは後で説明しますけど、そんな感じのサウンドが聞こえてきます。それと、よく言う地味変コードと言われるコードなんですけど、シャープ9というコードですね。こんなサウンドも、必須ですので、ぜひ覚えてください。これはですね、 F の形をこういう風にね、押さえ替えて、余ったというか、かなり遠いところですけれども、8フレットのところ小指ですね、普通のこのね、E の形がここにあるの見えますかね、これを普通の E みたいに押さえて、ルートを親指で押さえます。そして余った1、2弦を小指、ここで押さえると、シャープ9というこのね、サウンドになりますので、これはまず、なんちゅうんだろう、押さえる練習しなきゃいけないですね。かなり手がストレッチします。で、辛いので、その場合は5弦をカットしてね、こういう中指の先端で5弦触って消して、こんな風に押さえることもありますので、覚えておいてください。はい、それともう一個だけ、A69 というコードですね、このバレエの部分を小指薬指で分けて押さえて、そのバレエよりも1個こっち、これを2本人差し指で押さえて、あとはルートを中指で押さえるというこの形、69、これもおしゃれですので覚えましょう。